本当にすごい方たちが見に来てくださってですね、私は本当に行ってよかったなと思いました。関西の、棋士の中でも特に私が推している大好きな瀬戸大樹先生がですねいらしてくださってですね、なんかイメージ通りの方でした。すごい優しいオーラがこう優しいオーラがすごいなんか放たれてるっていう印象だったんですけど、本当にそういう方でしたね。他にもすごい方がたくさんお見えになってですね、ツイッターの方に写真上がってますのでぜひ見てみてください。すごいです、はい、ちょっと一つ自慢をしたくて。すごくないですか、これいただいちゃったんですよ。こちらがですね瀬戸先生の記号です。いや嬉しい、かっこいい。そしてアトリエに飾ってパワーをいただきながら今後制作をしていけたらいいなと思います。これからも頑張ります他の先生方にもですね、実は何人か来てくださるかなっていう方が、事前にご連絡いただいてた方とかも実はいらしたので、色紙をもう本当にずうずうしいんですけども、色紙を何枚か用意していってですね、あわよくば書いていただこうなんて思っていたんですけど、皆さんに書いていただいてお宝がすごい増えちゃいましたすごい嬉しい。なんかね、個展にその展覧会に在庫してる作家という立場をすっかり忘れて、ただの囲碁ファンとして存分に楽しんでまいりました